東日本一の生産量を誇る群馬の梅を PR しようと、県内の梅加工業者は、カリカリとした歯ごたえのいい音の語呂合わせで、11月10日がカリカリ梅の日に認定されたと発表しました。県内の梅加工業者5社で作る群馬の梅を応援する会、梅の輪は、 県内で生産が盛んな青梅で作る加工品、カリカリ梅を広く PR しようと、11月10日をカリカリ梅の日にするよう、日本記念日協会に申請していて、先月認定されたものです。カリカリ梅の日が11月10日に認定されたのは、特徴であるカリカリっとした歯ごたえのいい音の語呂合わせや、 1971年11月に世界で初めてカリカリ梅製品の第1号が発売されたこと。それに梅の輪の関係者が2017年11月に産地の梅を守るため、初めて集まったことに由来しているということです。今日は梅の輪のメンバーが前橋公園で記念日が11月10日に認定されたことをお披露目したほか、 梅の苗木5本を植樹しましまた群馬、梅っていうふうになれば、もっと面白いかなと、11月がまあ梅製品、まあ、酸っぱいもの、しょっぱいものの売り上げがこう落ち着く時期でございますので、そこでまたこのカリカリの梅の日、11月でこうまた盛り返せるような何かができると面白いかなと思っております。このの後、梅の輪のメンバーは 県産梅の製品を前橋東照宮に奉納し梅の産地の発展を祈っていました。